蔡門モは、中国戦国時代の義の政治家。元来は清急な性格であったため、わざと緩くした川の帯をつけ、清急さを抑えたという。孔子の弟子の牧章の門下となり、政治を学んだ。そして、同じく弟子であった、李克と同じ国の義の文庫に仕え、土地が枯れていた、行の礼に起用された。蔡門モはまず地元の農民たちを集め、 どんな苦難があるか聞いた。当時行では地元に伝わる名神で、毎年川に住む神に差し出すため、若い女性と多大な財産を、巫子や三郎と言われる長老や儀式を管理していた役人に差し出し、それらを川に沈めるという人心ごくの儀式が、しきたりとなっていた。これにより集められた金銭は膨大なもので、民衆の生活が困窮するほどであったが、 儀式に使われるのは一割もないほどで、残りのほとんど全部は巫女たちが山分けしていた。また年頃の娘がいる家は逃げ出し、その田畑は荒れ放題となっていた。これを聞いた、サイモンヒョウは、横取りされているのが分かっているならば、やめればよいではないかと言ったが、農民たちは、そのようなことをしたら川の神のお怒りを買ってしまいます、と恐れた。サイモンヒョウは、なるほど。 私は来たばかりなので、知らなかった。ではその儀式を行う時に教えてくれと言い,い、農民たちは帰って行った。しかし、実は、サイモン票は巫女、三郎、役人が、迷信につけ込み声太り、農民たちが困窮したので土地が枯れたと考えた。さらに考えが必要だが、迷信ある限り側に手をつけられないと判断し、まずは、 この一層に着手することにしたのである。儀式が行われる日、川辺には巫女たちとに、三千人の見物人がいた。そこへ、サイモンは見学したいと護衛の兵士を伴って、参加し、川の神の嫁というのを見せてもらおう。美しいか確かめたいと言って、生贄にの女性を連れて来させた。しかし、それを見るや、これでは、器量が悪すぎる。もっと、 良い娘を連れて参りますのでお待ちくださいと、川の神にお伝えなされようと言い、お怒りを買わぬためにも、死者には最も川の神と親しい者がよかろうと、巫女の老婆を川に沈めた。しばらくして、巫女が帰ってこない。様子を見て来られよと言い、弟子の女性たちを一人、二人と川に沈めた。さらに、弟子たちも帰ってこない。女では、 川の神への願いが難航しているようなので、ついで川の神に貢献している三郎に手助けを、お願いしようと言い,い三郎を川に沈めた。あまりのことに誰もが唖然としていたが、一人、サ門兵票だけはうやうやしく、川の神がそこにいるかのようであった。さらにしばらくして、おかしい、三郎も帰ってこない。さらについでとなると、多額の金銭を集めた役人であろうかと役人たちを、 沈めようとしたが、役人たちは、その人は何とぞお許しくださいとひれ伏してわびた。その顔色は、血の毛が引きすぎて、土のような色で、額を地面に打ちすぎて流血するほどであった。サイモンヒョウは、しばらく待った後、どうやら川の神は客をもてなして返さないようだ。皆も帰るがよい。もし誰かが儀式をやりたいならば、私に話すがよいと言った。 役人も民衆も度肝を抜かれ、これ以降生贄の儀式は行われなくなった。サ門モ票は、川の神を信じている風にして、儀式の中心人物を反論できなくしたまま一掃し、迷信も一掃したのである。この結果、貢ぎ物を絞り取られなくなった民衆は、貧しさに苦しまずに済み、年頃の娘がいる家は逃げなくなり、役人も民衆も、 サイモンヒョウの言うことに従うようになったのである。次に、サイモンヒョウは、行付近の村の長老を呼び集め、郊外や側から、行の田畑へ考えするという大事業を始めた。この大事業に対し行の人々は、今のままでも暮らしてはいける。なぜこれほどのことをやらねばならぬのかと、不平不満を漏らしたが、サイモンヒョウは、民とは、結果を共に喜べるが、 その始まりを共に考えることはできない。父兄が不満を言っているのは知っている。彼らに分からせる必要はない。100年後に彼らの子や孫が私の言葉に思い当たってくれれば、それで良いと述べ、工事を遂行させた。この考えにより、行の農業は大きく発展し、義は強制となって、形式的には進むの陪身であった地位を脱して、州の諸侯に列し。 千国七尾に数えられた。行の人々は、その後も、自分たちが食べる分には困らなかったという。サイモン票が行を収めている間、文庫へ、食料庫には、穀物がなく、金庫には、金銀財宝の蓄えがなく、武器庫には、武器防具がなく、官書には、支出の帳簿がないと訴える声が多々あり、文庫が自ら行に出向き確かめるとその通りであった。 文庫は、サイモンに向かい、私が何時に、行を収めさせたが、混乱を招いている。何時が筋道通った弁明ができるならば、それで良いが、できなければ中抜し,しなければならないと言ったのに対し、王者は民をとませ、覇者は武をとませ、亡国の君は蔵をとませると言います。今、我が君は、覇王の地位を欲されておりますので、民に蓄えさせました。お疑いになるならば、 城壁に登って、鼓を叩いてください。武器も食料もすぐに集まりますと返した。文孔が城壁に登り、鼓を一回叩くと鎧を着て、武器を持った民衆が多数集まった。もう一回叩くと、食料の入った袋を担いだ民衆が多数集まった。文孔は、分かったと言ったが、サイモンは、民との信頼はついたちにしてなったものではありません。 同意にしておきながら何もしなければ、今後集めることはできないでしょう。縁が我が国の城をいくつか奪いました。願わくば私が奪い返すことを、お許しくださいと言い、文庫は任せた。西門票はツバメを討伐し、奪われた城すべてを取り返して帰還した。こうして、西門票はよく、行を収め、その仕事ぶりは有能で結果を出し、わずかでも、 死理を貪さぼることはなかった。ただ、文庫の取り巻きから賄賂を要求されても厳しく、断っていたので、成果に反して、中央での評価は良くなかった。さらに取り巻きらは文庫へ、裁問票の抽象を吹き込み、文庫もこれに動かされ、裁問票が、業績報告に来た際に、行令を解任することにした。すると、裁問票は、 文孔の下にひれ伏し、私は間違っておりました。心を入れ替えますので、今一度機会を下さいませと懇願した。文孔は哀れに思い、再度行礼に任じた。サイモンは民衆に重税をかけ、絞り取ったものを文孔の取り巻きにせっせと送った。今度サイモンが、業務報告へ行くと、文孔は自ら宮殿の入り口まで出迎えてねぎらった。そこで、 サイモン票は、私は、全力で我が君のためになるように収めていましたが、我が君は私を解任しようとしました。今度は我が君の取り巻きのために収めましたところ、我が君は私をねぎらわれました。私は、誰のために収めていいのかわからなくなりました。役目は返上させていただきますと言い残して去っていった。文孔は、自らの不明に気づき、慌てて追いかけさせたが、 サイモンヒの行方は知れなかった。後に、漢王朝から水路を変える命令が出た際に、土地の頃たちはこれに反対し、命令を却下させた。サイモンヒが述べた通り、後世にまで業績が評価された。彼の祠らだとされる、サイモンヒョウほらは、川下藩の行の高地である、現在の河南省安陽市付近に多数ある。また、三国時代の曹操が、 西門モ祠近くの西に、わしの墓を作れと遺言しており、相当な敬意を持っていたと推測される。四季国慶列伝では、その結びで、古参は帝を治め、民は、欺くことができなかった。四川は、全部を治め、民は欺くに忍びなかった。西門モは、行を治め、民は欺こうとしなかった。死生者は、 誰が最も優れているか分からなければならないと、裁問票を表している。現在の中国でも、裁問票のことは、教科書などに載っていることが、多く、よく知られている。そもそも彼は、孔子の孫弟子であることから、儒家であるように思われる。しかし、迷信を一掃した、現実主義者というところから考えると、放課と思われる。それはおそらく、義の文孔が、 今すぐ役に立つような人材を求めたからであろう。彼はそのニーズに応えるために、放課とならざるを得なかったからである。ありがとうございます。